皆さんこんばんは。前髪をセルフカットした元男の子の青木かのんです。今回は私が密かにやっていたとある確認作業を皆さんと一緒にしていこうと思います。それがこちら、アンチコメント確認作業です。多分ね、今私のこの動画を見て思った視聴者さんいっぱいいると思うんですよ。かのんちゃんにアンチコメントってなくないとか、もしかしたらかのんさんってコメント削除してるんじゃないのとか、多分そういう風に思われたと思うんですよ。で、実はですね、私は基本的にいただいたコメントは自分で削除したりとかはしないです。もし削除するとしたら個人情報を書かれたりとか、あとはあそこにこの前いましたよねとか、そういった情報はやっぱり自分にとっての見られたくない情報なので削除したりとかはするんですけども、基本しないんですね。じゃあなんでアンチコメント確認作業をするかっていうと、実は YouTube ってその良くも悪くも AI っていうね、機械みたいなさ、なんかよくわかんない、あるんですよ。そういう感じですね。いただいたコメントっていうのは基本的に3つの箱があると考えてください。公開ボックス、いわゆる皆さんが今見れるコメント欄ですね。あとは要確認ボックス、ちょっと際どいから一旦ちょっとカノンさんの目で見て表示するか表示しないか選択してくださいみたいな。でスパムボックス、これは出会い系のなんかサイトとかに飛ばそうとしたりとかするような、なんか業者とかを弾くような、まあ、そういった感じで3つに分かれてるんですね。で大体がですね、やっぱり確認ボックスに入っていたとしても AI って頭いいんで、まあ、どっちかというと人が傷つくようなワードだったりとか、まあ、そういうのが含まれてるから振り分けられてるっていうことが多いんですね。なので極力私は見ないようにしてます。全て否定しようとは私は思ってないんですけども、自分がこうやって YouTube やってるといろんなものに影響されやすいんですよ。でもこうやって発信する人がさ、いろんな意見によってその自分の考えがさ、すごいブレブレになっちゃったらさ、発信者としてもどうなのかなって私は思っちゃうから、なるべく自分のやりたいことをこうぶらさないようにするために基本的に見ないようにしてるんですけど、ただいただいたコメントをね、全部読まずに褒めてくれる人だけを固めようと私は思ってないのね。やっぱり人間って絶対絶対に完璧な人はいないからさ、だから私はその確認ボックスっていうのはすごい答えの引き出し箱だとも思っているんですよ。だから私は3ヶ月に1回だけ確認をするんですね。それまで開かないみたいな。でその3ヶ月の時期が本日来たので、視聴者さんと一緒にちょっと見ていこうかなと思います。まあ、いただいたそのご意見に対して私がちょこちょこお答えするっていう感じでいきます。どんぐらい来てんだろうな、皆さん予想してください。何件ぐらい来てると思いますか。シンキングタイム。私もまだ知らないです。まずそのいただいている確認済みとスパムボックスの合計件数をちょっと見てみましょう。私も見てないからね。いきます。やばっ、マジか。まず確認のために保留中ボックス、要は確認ボックスですね、4928。やばくない？そんなに多かった？3ヶ月こんな溜まった？で次、スパムの可能性ありのボックスがですね847件いただいてました。なので合計約6000件です。ただ一つ言えるのは、私に時間をくださってありがとうございます。ちゃんと真摯に受け止めつつ今から読んでいきたいと思います。怖いな、あんま見たくないみたいな思うんですけど、読まなきゃね、成長するためには。なんかね、結構読めないやつがいっぱいある。やばい。1つ目、釣りに耐えられないので登録解除します、さよならとのことです。釣りか、釣りのその判断基準ってどこなんですかね。例えばそのこれやばいんじゃないのと思ってクリックしてみたら、あれ思ってたのと違うみたいな、その裏切られた感で出てくるとは思うんですけども、このサムネはなんか全部事実を言っているから、ちょっと一概には言えないけど、深刻そうな感じのサムネって結構毛嫌いされがちだと思うんですよ、 YouTube って。まあ、あるあるじゃないですか、結構暗めのさ、あのサムネにしてこうやってなんかスーツとか着てさ、ご報告がありますとか。私はね、極力あんまりそういうのしたくないんですね。それは YouTube って動画出していくにつれて視聴者さんのその信頼関係を作っていくものだと思ってる。だから、あ、どうせまたああいう動画でしょみたいないう感じで視聴者さんに先にその勘ぐられてしまう。まあ私はそれは良くないと思ってるから、どっちかっていうと私が目指してるのはできてるかわからないですけども、たとえその釣りなっちゃってるタイトルとサムネだけども、中身を見たらそれを逆にいい方向に裏切れるように私は頑張りたいですね。
なのでまあその方からしたらタイトルとサムネと中身が釣り合ってなかったんだろうなっていう、まあ、そういう意味でも釣り合ってない釣りなんかダジャレっぽくなったけど、はい、日々精進してまいります。ちゃんとねタイトルとサムネと中身が釣り合うように頑張ります。で次はですね、私のそのストーリーにいただいたコメントなんですけども、これめちゃめちゃ多かったですね。マジでキモい、顔が無理、キモい、ブス出てくんな、キモいわお前、ほんと深い、キモ、気持ち悪い、キモいから出てくんな、顔キモい、消えて、キモすぎ、メイクしろ、ブスが出しゃばるな、率直に言うと気持ち悪いですっていうコメントが一つの動画で100件、もっともっとだなこれ、いう感じ来るんですけども、ま、これは私が思うにそのあへこまな今ねちょっとねフォロー頑張ってどうやってやろうかね考えたんだけど、まあへこみますよね、まあ、確かに傷つくんですけども、一応私の言おうとしたことを言いますね。まずそういうコメントって短い単語でなんか並べられてることが多くて、それって確かに傷つくワードであるんですけども、言ってる本人たちは深く考えずに言ってるワードだから、まあ私はそんなに、うん、気にしなくていいかなと思ったけど、まあ、それがね200個とか300個とかバーってくるから、うおーみたいな感じですかね。はい、次のコメント、このオカマ野球下手だっただろうな。オカマ、うん、世間から見たらねオカマって言われても仕方ないですよね。まあ私は負けずにいきますよ。結局人生は楽しんだもん勝ちだからなっていうことを伝えておきます。むしろ逆にね、こう今 YouTuber やってるのもコメントしてくださった方が言うオカマじゃなかったら、私はねオカマって言葉嫌いだから元男の子って言い換えてるんですけども、元男の子じゃなかったらこうやってみんなにね今こうやってコメントしてもらえることもなかっただろうし、逆に普通の女として生きてたらこういう発信したいとか、まあ、誰かに見られて何々を伝えたいとか、そういう思いも多分なかったと思うんですよね。ってことは私はオカマというこの生き方に感謝です。そして次のコメントいきます。これは私がサムスンのスマートフォンの開封レビューを撮った動画なんですけども、それにいただいたコメントですね。ギャラクシーのレビューしている時点でバカに見える。おーい、まあ、日本のその一部の方は韓国もしくは韓国の製品に対して、まあ、毛嫌いされる方は、まあ、一定数いるんですね。ただ私はそのいいところはシンプルにいいと思いたいし、ダメなところはもちろんダメですよ。ただ私は元男の子 YouTuber の友達も韓国にいますし、まあ、そういった方々とリアルの部分でも関わってて感じたのが、市民レベルは基本的にどこも同じだと思うんですよ。日本にもいい人はいるし悪い人いる、韓国にもいい人いるし悪い人もいる、もうそれどこも同じ人間だから、それを全てをなんかその国々のそのイメージだけで何々は悪い何々はいい、そうやって決めつけちゃうのが、私はすごいこう選択肢を狭めてもったいない生き方をしちゃってんのかなって思っちゃうんですよね。なんでみんなさ二足歩行してる人間ですよ、わかります？同じ息を吸って吐いてお水飲んで次の質問、マダル君との動画にいただいたコメントなんですけども、読みます。オカマと付き合うとかこの彼氏どういう趣味してんだかというコメントですね。これもめちゃめちゃ多いですね。ただ私のこのチャンネルはさ、こういう性別変えた人に対して、私がさそういう性別変えた人だからさ、もうそれ前提で見に来てるわけだから、多分麻痺するんですよね。でも意外とまだまだ世間ってまだまだ理解はそこまで進んでないっすよ。だってだからあえてパレードとかもさ、いろんな団体とかが運動したりとかさしてるわけじゃないですか。むしろここはある意味元男の子の安全地帯みたいな感じになってるだけで、一歩出たらもうほんと戦場ですよ。だからこれはもうむしろあまりこういう私みたいな人を知らない人が心の中でポンって思い浮かんでくるワードだと思います。これが世間の反応だと思った方が私はいいかなって思ってます。全部が全部優しい人ではないですからね。ただこうやってコメントしてくださったことに関してはありがとうございます。この動画見てくれてるわけだからね、またよかったら見に来てください。次、これもねあれだ、サムスンのギャラクシーのスマートフォンの開封動画にいただいたコメントなんですけども、読みます。日本がこんなにコロナで騒がれているのに、所詮金儲けの
バクラの動画、チャンネル登録やめます。これバクラってあれはフィリピン語でオカマって意味なんですけども、要は今こうやって日本がね大変な、まあ、時期ですよ。それはもうすっごい分かってる。この方が言いたいのはこうやってスマートフォン買ったりとか、まあ、ちょっと高いものじゃないですかスマートフォンってね。みんなが大変な時期にこうやって私はこういうスマートフォン買ったんだどやーみたいな感じで自慢してるように見えたのかな、分かんないけど、だからコロナで大変だからちょっと自粛ムードを出せみたいな感じなんですかね。でもそこね、私はね必ずしも世間がさ今こういう動きをしてたら私もこういう動きをしなきゃいけないとは限らないと思うんですよ。もちろん私ができる範囲のことはします。ただネガティブな今の雰囲気、それと一緒に私もネガティブな動画出すことでもっといろんな人にネガティブが回ってしまうと思うんですよ。だったらね変わらずにいつも通り私が YouTube でってやることで少しでも笑ってくれる人がいるのであれば、この今の時期でもやり続けたいなと思ってます。次いきます。これはですね、あの性別トークの動画にいただいたコメントなんですけども、結構これもね多いんですよね。読みます。結局元男をネタにしないとやっていけない情けないオカマなんですね。まあこれも考えるとによってはそうなっちゃうかもしれないですよね。わあ痛いところ疲れたとも思うんですけども、まあ私ね見る人によってはすぐにこいつ元男だろうってもう見たの通り 男の子ですよ。いや元男の子ですよ。ただ分かんない人にはちゃんと元男の子っていうことで自分その個性としてねアピールができるっていうか、他の人と違う何か武器になると思ってて、こういうさ人に見られる仕事って、何々さんは水泳が得意で何々さんはサッカー得意、じゃあ青木さんは元男の子ですって普通の人とは違う生き方をしてる時点でアピールポイントっていうか、そこが私の今持てる武器だと思ってるんですね。まあ、世間から見たらねもう完全に私マイナスですよ。不良品とかまで言われてますからコメントでちょこちょこ。そうだけどもこうやってでマイナスのね塊人間が楽しんで活動してるところをみんなに見てもらうことで、あんな青木かのんちゃんが楽しんでんだったら私だってできるよねみたいに、まあ、きっかけに過ぎないですけども、そういう風になってもらえたら私は嬉しいかなと思ってます。結構綺麗事を並べてるような感じに聞こえちゃったらすいません。今回は私のチャンネルにいただいた皆さんからの言葉を読まさせていただきました。グッとくるけどそれをこらえて受け止めて、また私は頑張りたいと思います。引き続き青木かのんチャンネルを応援よろしくお願いします。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらも画面の下からぜひフォローしてください。あとノートもやってます。また次の動画でお会いしましょう。